大阪醤油チャンネル始まりました。ゆりなです。ちょっと昨日水木しげるロードを明るいうちとライトアップされた時に2回行ってきたので、まずそちらの動画をどうぞ。水木しげるロード、はい、こちらの都合上で2日目の動画3日目に上げることになってしまったんですけど、すいません。これからね、水木しげるロード歩いていきたいと思います。散歩です。いろんなところにある177体ゲゲゲの鬼太郎君たちがいるそうです。うわー怖い。目玉なわかるかな、目玉になってて、鬼太郎、はい、鬼太郎、おい鬼太郎のでかいのがいました。太郎、目玉親父もいる。イエーイ、目玉親父。お店も可愛い。ここは閉まっちゃってんのか。なんか水木しげるロードは夕方の5時ぐらいにはほぼほぼみんな閉まっちゃうらしいです。至る所に鬼太郎たちがいるんよ。何これ怖い。手の目。うわ、手の目だって。手が目。手の目。そう、ライトアップされたらまた違う感じらしくて、ちょっとなんか不気味なライトアップをされるそうです。水木しげる夫婦、ネズミ男だ。祝水木しげる先生生誕100周年。夜の水木しげるロードやってきました。なんか明るい時とは違って、またライトアップされると不気味感が増すらしいです。目玉も光ってます。この木の感じもちょっと不気味なんだろうね、きっと。鬼太郎も下からライトを当てて不気味さを。すごい。夜も夜でね、そう、全然違う感じですごく楽しいです。日本交通栄港営業所の下は目がたくさん元気状態さん、いいね。はい、今日3日目になるんですけれども、今身支度を整えたので朝食バイキングに行っていきたいと思います。でここの朝食バイキングがネットで見るとすごい豪華で有名らしいので楽しみです。早速行ってきたいと思います。レッツゴー。
はい、朝食取ってきました。めっちゃ豪華でした。海鮮が取り放題でした。美味しそう。お豆腐もあって、あとこれが枝豆の冷製スープで、これがしじみのお味噌汁。ガイドさんがあったら絶対飲んでって言ってた。なんかここがしじみのなんか生産地みたいな有名らしくて、すごいいい香りがします。で、いろいろねお刺身系取ってきたので酢飯にしました。酢飯もありました。豪華な朝食いただきます。完食しました。ごちそうさまでした。これからあと30分後に、バスに乗り込んで今日の次の、ね、目的地に行こうと思います。またね。はい、というわけで3日目の最初の目的場所は足立美術館です。行ってきたいと思います。イエーイ。いい天気今日も。足立美術館の中入りました。なんか美術品は撮影できないんですけど、庭園はできるそうなので庭園だけ写していきたいと思います。じゃん超絶綺麗。池庭、池庭、やっぱり鯉がいる。鯉、ちょっと手叩いてみて。ソファーに腰掛けて左右をご覧ください。あ、これがもう絵、そうか、絵みたいになってますよって。わあ、すごい。ちなみに足立美術館の庭園は世界が認めた日本一の庭園らしいです。超綺麗動画でね映るか分かんないんですけど、きちんと目で見る限りは相当超綺麗です一つ一つもう全部手入れされてる感じです。素敵、綺麗。うわー、超綺麗。はい、お昼会場に着きました。ここは島根県松江市に来ました。で、お昼は地ビール館っていうところで昼食食べます。今昼食食べ終わりました。これから松江市を船に乗って回りたいと思います。楽しみ。船酔いしないかな、大丈夫かな。それでは船に乗っていきたいと思います。 GO。 船に乗る前に目玉おやじと水買いました。かわいい。ここも目玉おやじ。なんかこの他にもいろいろお土産とか、まあ、自分用でも友達用でも会社用でも買ったんですけど、郵便で送っちゃったので家帰ってからまた動画、お土産のね動画は撮りたいと思います。よし、船に乗ってきます。すごい。右の方に座ってください。あ、靴脱ぐんだ。はい、いってらっしゃいませ。
あ、こっちこっち。なんか後から来たらよかった。めちゃめちゃ涼しかった。気持ちよかった。歩くより船乗った方がすぐ回れるし気持ちいいし、めちゃめちゃいいです。船の中が一番涼しいね。あの、そう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 、屋根もあったし、船おすすめです。松江市に来たら松江城も見れたし。ラムネ、おビールの乾杯。これ飲んだらバスに戻って松江駅からも電車乗って帰ります。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。よいしょー、ただいまでーす。帰ってきました。ちょっと後日この動画は撮ってるんですけど、荷物をね、あのお土産と自分にお土産も含めてお土産等を宅急便で送っちゃったんですよ。送っちゃったので何を買ったか紹介できてなかったのでちょっと紹介していきたいと思います。で今回いろいろ足立美術館とか水木しげるロードとか有志園っていうところに行ったのでいろいろ買ってきたんですけど、まず有志園で高麗人参のお土産がすごい置いてあって、まずこの高麗人参のエキスが詰まった液、これはね開けてみるとこういう感じの、実際に有志園で行った時にこれを溶かしたお茶をいただいたんですよ。それが普通に美味しくて、高麗人参って結構苦かったりして独特な味してあんまりね、直接食べづらいですよ。だけどこれお湯に溶かしたらすごい飲みやすくて普通に美味しかったです、私はね。で高麗人参ってその時説明受けたのは冷え性の人だったり胃腸が悪い方だったり寝つけが悪い人とかいろんな人にね効果的で、すごい体調良くなるって言ってたのでちょっと買ってみました。でこれはこれを小分けしたやつが入ってるんですよ。こういう感じ、一つ一つ袋に入ってて、1日1本から2本飲むっていう感じですね。で2種類あるんですけど、これはこの茶色の方はストレートで、こっちはオリゴ糖入り、オリゴ糖が入ってる高麗人参液です。あとこれも有志園で売ってたんですけど石鹸、これはいろんなエキスが入ってて保湿成分がすごい入ってる石鹸です。でこれは肌弱い人とか、アトピー持ちとかそういう人にすごくいいって言ってたので買いました。あでみんなにその会社の方とか友達とかにはもう配っちゃいました。配っちゃったので手元にはないんですけど、いろいろ買ってきてました。で次こちら足立美術館でこれを買いました。これはメモ書きに使える紙です。これ可愛いんですよ。なんか足立美術館この絵がすごい有名で一枚一枚この絵になってるんです。すごい可愛いし超使いやすそうだなと思って自分の部屋に置いとこうって思います。
かわいい。で最後になるんですけど、水木しげるロードに行ったじゃないですか。で水木しげるロードは17時までで、私が行ったのが17時以降だったのでお店が全部閉まってたんですよ。でそこでは買えなかったんですけど、他のところで売ってたので買いました。じゃん、鬼太郎と目玉おやじのバッグとポーチ、可愛くないですか。めちゃめちゃ可愛いの。一瞬さ、私が持ってたらさ、醤油屋の娘だから、え、醤油のバッグって思われそうなんですけど、よくよく見たら鬼太郎っていう、可愛くないですか。私こういうサブバッグ的なものよく使うんですよ。これから使っていきたいと思います。であと一つポーチ、まあ、こうやって手が入れる風になってて、クラッチバッグみたいにも使えるし、普通にポーチとしても使えます。これは目玉の親父なんですよ。可愛くないですか。まあ、こんな感じですかね、私の自分へのお土産は。以上になります。島根と鳥取すっごい楽しかったので、ぜひ皆さん行ってみてください。それでは3日間の動画ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、いいねとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter もやってますので、フォローよろしくお願いします。それではまたね、ありがとうございました。